アブドゥル・ハリムは、インドネシアの政治家、第四代首相を務めた。1911年に、西スマトラ州ブキティンギで生まれる。7歳の時に、良好な環境で教育を受けるため、母のいとこで、バタビア石油会社の役員だったアブドゥッターに招かれて、ジャカルタに移り住み、医科学校に進学する。1945年のインドネシア独立後は、 インドネシア中央国会委員会議長アッサートの下で副議長を務めた。1948年にはモハマッド・ナシール、ヨハネス・ライメナと共にインドネシア共和国臨時政府の設立に関与した。1950年1月から9月にかけてインドネシア共和国の第4大首相を務めた。首相退任後の1951年7月からは アサップの院長に就任し、1961年7月まで、務めた。院長退任後は、同病院の監察官を務め、1987年に、死去した。サッカーを趣味とし、プルシジャジャカルタの会長を務めたほか、インドネシアオリンピック委員会の副会長、会長を務め、1952年には、インドネシア初のオリンピック選手団を、ヘルシンキオリンピックに派遣した。 ありがとうございます。